一番人気だわ。ただいまより投票受付を開始します。世界中の競馬ファンの注目がここロンシャンに集まっています。凱旋門賞いよいよスタートです。ゲートが開いて飛び出した11頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行争いであります。チンダーが上がってまいりました。5番レイプール、それからボレボレッタ、向こう上面やや上り坂、その後ろでありましょうか、1番ハイトーリー、そして5番手に8番ラシアンホープであります。2番エジプトバンド、7番ザムム、それから9番モンジュー、外から1頭ダーリングミス、ブリンカーを外し今日は闘争心をまとった死神ヒヌマボークであります。しんがりから10番エジオード、もう一度先頭から紹介しましょう。5番レイプールが先頭です。そしてその後ろからシンダー、3番ボレボレッタ、そのうちからはハイトーリー、プチュボアが揺れる向こう側、11頭が駆け抜けていきます。ラシアンホープ、その外からはエジプトバンド、そしてその後ろからザムム、それからモンジュー、外を通りましてダーリングミス、内を通って4番キヌマボーク、それから足毛の馬体エジオードであります。さあ前の方はどうなっているのか。依然先頭5番レイプールであります。これを追って6番シンダー、その後ろ3馬身くらいあってボレボレッタ、そして内からはハイトーリー、それからラシアンホープ、外を通って2番エジプトバンド、7番ザムム、モンジュー、11番ダーリングミス。さあフォルスストレートを抜けて4コーナーカーブ、グランドスタンドの大観衆が待っているぞ。ヒヌマボーク直線伸びてくるのかどうか。先頭ピートとレイプール、シンダー一気に抜けた。外から何が来ているのか、モンジューか。モンジューも追い込んできた。さあ先頭はシンダーが2馬身リード、モンジュー懸命に追った、ムチが飛んでいる、モンジュー頑張っている、ムルトとシンダー、ザブブが襲いかかる。ヒヌマボークが差を詰めてきた。内か中か外か、3頭の争いになった。確定しました。